巨人5連敗。どうすんのこれ。赤星とかグリフィンビービでポジってたアホ立ての平返してるの草だわ。先発なんか一番応急手当が効かないポジションなんだから開幕前からこのチームは終わってたんだわ。今年は最下位経験させてファンと球団に目覚まさせるのも良いわ。投手力落とした中日くらいのチーム力だよな。チームの閉鎖感やばすぎるわ。連敗中のチームなんてどこも閉塞感があるのは当然なんだけど、やっぱ高齢者囲って弱い絶望感はすごいわ。代打で生え抜きのおっさんならともかく今年加入のおっさん出てくるのやべえわ。突破口がまるで見えないのがね。2軍見てる。今年は2点差でも絶望やからな。今季も B クラスで終えたらそれこそフロントの題材。GM 兼任全権監督やな。3番がブレーキになってると発言してそこに梶谷を入れるセンスよ。なんか普通に弱い。今年は中日と再開争いやな。そんくらい弱いわ。多分来週も体勢投げることないやろうから今日天日干しで投げさせとけよ。セカンド松田はもう強靭の息よ。吉川直樹、28歳積極的休養。腹、頭おかしなってるやん。相川金城取ってホルホルしてた末期政権思い出すな。100敗もあるぞこれ。チャンネル登録よろしくお願いします。